始まりますね。始まりますか。よっしゃ、見ていきましょう。さあ、皆さん、決勝戦です。盛り上がってまいりましょう。パチ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 。そのガード偉いな。はい、あれこれ5ラウンド選手ってこれ、あれか。もしかしたら。そう、3先なんですけど、ちょっとあのね、あのラウンドの表記のところがなんかいっぱいあるんで、これ、マオさんミスったかな。確かに、あ、違うなこれ、ね、これ間違えてますね。これ間違えてます。お互い気づいてないんでね。まずこれ終わった後にもう一試合始まって、あれってなるはずなんで、そうですね、はい、その空気見ましょうか。あれ、ちょっと一旦観察しましょうか、うん、はい、さあこれ観察しますか。あ、もうちょい気づいた、ルーム設定間違えてるってですね、ですね。え、なになになにって、なんで終わってないの、ね、はい、あれあれ5枚だけど大丈夫みたいな、はい、うん、これ間の有利じゃねえかこれ。持続するの、これ間の運動やってくれな。はい、3回投げたら終わりよこれ、はい、というわけでこれで、そうですね、一旦終わらせて、多分このまま小町さんが勝ち取りで、なんで投げんねんお前、なんで投げんねんお前、ナノさん勝つ気や、ナノさん勝つ気や今から、うん、7押し、もう終わったんださあ整列だ。おなんだそれ、なんで殺すねお前、分かってない。うわ、覚醒した、うわインパクト。さあ3ゲージ溜まって柔道が始まる。おっとっと、うん、大パン大パン、中大からうまい柔道が始まる。おお、でも相手はザンギ、うわっ、なんだー、生きてる、もしかして勝ったと思って手離した、今勝ったと思ってイエーイって言うか。やったよって。いやでもこれで 2-2 ですか。そうなんですよ、これ計らずも 2-2 になりまして、うん、はいはい、まるで演出家のように大将戦まで来ちゃいましたね、これは。すげえ、ハッシュタグ頑張れダルシムだなこれで、間違いないこれは。さあ黒はガスリンいけるか、トレンドになってほしい。さあヨガコメット、うわクーラゲ、うわすげえな、あー優勝まで近づいてきている、なぜなら3ゲージある、さあ3ゲージあるので、これなんかジャンプ大キックとか刺さればもう終わる。ラブチカ、あー無理無理無理、痛い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 、もちろん無理、しのげないあんなの、痛い、さあ3ゲージ余った、さあパナシがある、全然パナシがある、さあジャンプジャックから、あ、うおー、うわー、コパンコパンウィーハト、というわけで優勝はかくやみチームです。おめでとうございます、おめでとうございます。じゃあストリートファイター6かくやみカップオンリーバイ VTuberz 優勝チームはかくやみチームです。ありがとうございます。はい、はい、いやー嬉しいマジで、はい、本当にこれだけ注目度が高くなったのは、浩司先生のおかげだと思ってるんで、本当にありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。今日は6時間超楽しかった、はい、いや、そう言ってもらえると本当嬉しいっす、マジで、はい、参加してくれた20名のメンバーもですね、本当に個人 V として毎日頑張って活動してる人たちなんで、先ほども言ったんですけど概要欄にですね全員のチャンネル貼ってあるので見に行ってくれると嬉しいです。いや、あのね、僕も昨日一日で見てきたんで、ね、もうぜひ皆さんも見てください。しかも大会のあのアーカイブっていろんな視点見るとすごい面白いんで、いや、そう、それ大事ですからね、はい、ぜひですね振り返って各視点見に行ってもらえたら嬉しいです。小先生なんか最後ありますか。まあでも真央さんが言った通りですよね、ぜひこれをきっかけに、多分ね20人のその選手の中で結構推しが見つかった人もいると思うんでね、はい、そこのチャンネルと X と、まあ、僕見に行ってやっぱり推し結構見つかったんで、あ、本当にな、耳がはらむ、あ、やっぱマバミエルンさんの耳ははらみます、あれは。エルンよかったな、めちゃくちゃ歌うまい、エルンよかったなマジで、はい、まあ、今回 VTuber 限定の大会だったので、ぜひね、全員の動く姿、各チャンネルで見ていただけたらと思ってますので、いや、ほんまにですね、はい、ちょっとね、20人多いかもしれないですが、ぜひ見に行ってくれると嬉しいです。よろしくお願いします。いやー、いいね、締め方いいね、七星さん、もう素晴らしい。いいスポーツキャスターなんで、やっぱキャスターなんだな。はい、ストリートファイター6かくやみカップ、オンリーバイ VTuberz、これにて襲撃とさせていただきます。はい、
お疲れ様でした。お疲れ様でした。またまた。お疲れ様。じゃあディスコード抜けます。またまた。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。森先生。いえいえ、またまたよろしく。分かったことあったな、これ。これさ、梅原さんの試合とかじゃなくても、やっぱめっちゃおもろいんやなっていうのが、それが僕の中で嬉しいですね。あとは、あの解説自分でやって思った。いるわあれ。そう、解説マジでいるなと思った。今日俺20人全員調べてきたけど、あの触れてない人結構いた。柳生さん、お誕生日ケーキ可愛かったっすとか。いや結構俺ネタ仕込んできてないから、全員分のネタ仕込んできてて、なんか喋る機会あったら全部言おうと思ったけど。浩二さん、でもすまんけどちょっとしつこかった。はい、すいませんでした。ごめんなさい、申し訳ないです。はい、二度とやりません。すいません、もう二度と大会出ないです。申し訳ないです。もういや本当にもうあのや何もやらないんで、すいません、マジで申し訳ない。だってさ、交流したいじゃん。俺交流したくてさ、まあでも一応あの真央さんの空気は読んでたよ。あ、真央さんがめっちゃ進めたそうな空気の時とかは、まあ黙るべきやし、ごめんちょっといい、俺ミルンさんだけ画像用意してたんだな。あのミルンさんさ、このアイコンでちょっとよくわからんやん。正直あだからまあほんまのこと言うよ、いやミルンさんええやん、エコヒーキするよ。いやミルンさんをエコヒーキするよ、そりゃ。渡辺といい、ミルンさんといい、こういうの好きなんやな。はいはい、すいません、もう死にます、僕。はい、ごめんなさい、死にます。あ、違う、あ、待って、ギャルが好き、ギャルが好き、あのギャルがガングロのギャルが好き。はい、こういうのが好きなんだなって言われるとさ、図星やから人ってちょっと防衛本能働くやん。どっか部屋入ってとつまちとか、待って、みんなそれで大丈夫なんやったらやるけど、え、いいのそれ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ一人ずつね、ちょっと声と誰かを合わせるために自己紹介していただければと思います。はい、お願いします。いやー、よかった、みんないい熱い試合見せてくれましたね。ミルさんはい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 、どうぞ、はい、どうぞ、はい、梅白抹茶ミルちゃん、加藤ミルです。そうですね、なんか、はい、私作詞作曲とかも勉強してて、そっちの方も好きなので、うん、基本ストローク中心にゲームで配信しつつ、たまにそっちの方動画で上げようかなって思ってます。え、作詞作曲だから自分で作れるってことですか。あ、そうです、もともとシンガーソングライター志望で。みのさん、これからもやっぱスト6はなんかちゃんとやっていく感じですかね。あ、スト6はさ、もうメインでやろうと思ってます。おー、えらい。なんかどこ目指してるとかありますか。ランクかな、やっぱ最初目指す。そう、私マスター目指してるので、よかったら今度ストローク教えてほしいです。はい、あ、僕ですか。あ、全然いいですよ、全然。僕いいですか。はい、大丈夫ですよ。ありがとうございます、はい、嬉しい。あのさっきのね、4人マザー、まあ、ザーなんでいいか、はい、まあ、あのまた全然別に僕多分断んないと思うんで、言っていただければ。ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、大丈夫です。はい。